はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、それでは、フェアリーステークスーと、明日はスバルステークス、えー、が京都のメインとなります。二、えー、つともちょっとメインを考えてみようかなと。えー、京都のスバルステークス、えー、重症ではないんですがね、えー、メインレースですので、えー、これを見とくと、また来週のメインレースが面白くなるんじゃないかなと、そんなふうに思っています。さて、どこを狙おうかなということなんですが、 えー、やっぱり頭文字、それから同じ文字、えー、一番違い、えー、そして同じ馬番、載ってるものをちょっと注意して見てみました。えー、そうするとですね、この、面白いところは、えー、広重ゴールド。この、竹歌垣主の広重ゴールドがいいんじゃないのかなと。えー、同じ馬番に同じルーが入って、一番違いにも同じ文字が入っている。えー、そしてサングラスと、 えー、同じ、えー、一段違いで、3という文字が入って、ルーという文字が一段違いに入ると。この、6番、8番はお互いどちらかなのかなと。えー、そして、アードラーっていうのが IOJ の一番なんですが、隣が私書いたいんです。えー、IOJ の一番最後の、えー、一番最後の隣が書いたいわけなんですが、えー、レッド・ゲルニカの隣なのか、えー、アードラーの隣なのか。 ということを考えると、サングラスなのか、広重ゴールド、こちらが面白いんじゃないのかなと。えー、あとはダノンフェイス。えー、このダノンフェイスなんですが、この頭文字型、えー、そして、帝王ヘリオス。このタートスなんですが、えー、この最終レースのタケルライジングとサンライズアキレスっていうのが、えー、一番違いでずれてるんですね、頭文字が。タートスタートス えこういう並びになっているところは今ちょっと来そうな感じがします。何、えー、かあるんじゃないのかなと。えー、このダノンフェイスなんですが、サンライズ・アキレスと同じ馬版に同じ文字も持っています。えそしてスマート・アバロンの運「ん」、そして鈴鹿・コーズ・ラインのここのダブルの,あ,あ,のあった尻文字の「ん」なんですが、 えここでも10レースと、んのミスディレクション。これはまあまあ、ここじゃないんですが、えー、並びになっていると。そうすると、この鈴鹿コーズラインの、んとお、ナスのコーランっていうのを、この12レース持ってきますと、2番のやつを持ってきますと、す、ん、この、んが一番違いで、たも一番違いになっていると。 そういうふうに見ますと、ダノンフェイマスが一番、あの、買いやすいのかなと。えー、そして同じ文字にダノンフェイマスの S っていう文字が載ってるのと、シャイニービースとトラキジ社長というのが同じ馬版に、えー、ありますので、この並び、これを A とします。トラキジ社長も A。 え、ダノンフェイスも同じ馬番に入っていますので、え、これとこれは取り捨てになっているのかなと。そんな風に考えまして、これが相手になります。えー、だから6番、8番を買うのか、4番、11番を買うのか、ということを考えています。えー、機種の並びでいるのは、竹豊騎手とフォーリー機種が最終で、こう、並びが同じなんです。で、これを信用して、私は広重ゴールドから行こうかなと。 一番面白いのはサングラスなんですが、なんでサングラスが面白いのかということをちょっとご説明したいと思います。それはですね、京都の重賞が今日、サンクチューエールっていう馬が新山記念で勝ちましたね。すごい強い勝ち方で、グイグイね、 プリンスリターンを追い越したと強い、これから、あ、これは強い馬やなという感じで見たサンク・チュエールという馬の名前なんですが、えー、ここでですね、えー、どう考えるのかということなんですが、えー、ラブ・カンプという名前がヨーズタンで一番なんです、えー、このうんとプーをね、また頭文字、尻文字、えー、同じプンということなんで、えー、これ私同じ文字と考えます えー、そうすると、その前も続いてくるんですね。えー、タガノ・ディアマンテ、えー、アイですね。そしてアイスバブルという馬の名前がアイラブ・テイラーに、アイいう文字が、えー、一着になってました。そしてですね、ラブ・カンプも同じように考えるとですね、えー、プリンス・リターンでも良かったのかなと、えー。そしてですね、この大外と、 一番の名前ということを考えると、一着のサンク・チュエールを持っている馬というのがね、サングラスなんですよ。サンク。サンク・チュエールからサングラスへ。このサングですね。えー、非常に面白いのかなと。えー、そして、広重ゴールドでもルーが持っているわけなんですね。広重ゴールド、ルーですね。えー、サンク・チュエールのボートルーを持ってるっていう馬なんですね。えー、それがアドラーの隣にいるっていうことなんです。 えなんでアードラの隣が買いたいのかっていうと、今日、新山記念でもボルナっていうのが i o 寺の1番目でした、えー。これの隣がサンク・デュエルでコルテージアであったんです。まあ、ボルナの隣はね、新山記念の,あの流れでもこの隣は買い目だったんで、まあ、ここは大丈夫、なるほどねという感じでした、えー。そしてですね、アイラブ・テイラーが i o 寺の1番でした。エド・タンケルですね、えー。そしてロジュクライっていうのが1番最後でした。 この隣が1着、3着、2着なんですね。で、今日も、ボル、バルナっていう馬の IOG の1番目から隣。そして、ルーツドールから3番目。えっと、2位と3というのが使われているわけなんですが、えー、この2を考えるときに、アードラー、アードラーですね。このアードラーからの隣のサングラスなのか、広重ゴールドなんじゃないのかなと。 え、いろいろ考えられるんですが、レッドル・ゲルニカの隣のトラキッチ社長でもいいんです。え、いいんですが、このサングラス、広重ゴールドの名前がいいんじゃないのかなと。えー、タイザンという山という名前も、このサン,ク、えー、サングラスが持ってると。えー、サングラスが穴なのかなと。これちょっと人気ないんです。えー、広重ゴールドの方を買いたいなと思ってるんですが、サングラスも抑めます。 そしてダナンフェイスが買いたいなとえ。そんな風にスバルスエグスは考えています。あとはですね、このアイオージュンっていうのが一番、あのー、こう、今年になってですね、えー、アイオージュンの一番目、最後版が、こう、騎手も馬も、こう、動いてるんじゃないのかなと、えー。ヨドタンでもですね、ルメール騎手が最後だったんで、その隣が一着三着です、えー。今日も池添騎手の隣と和田騎手の隣は二着三着になっています。アイオージュンの一番目と最後ですね。 ごめんなさい。和田じゃないわ、これ。これは、和田じゃないですね。ルメールが最後ですね。ごめんなさい。ルメールが最後です。ということは2、二つ隣ですね。池添機種の隣ですね。池添機種の隣が、二着をしています。そしてですね、この和田機種と秋山機種が、スバルステークスでは、あい字の一番目と最後になっています。ということは、この隣ですよね。 えー、そうすると、サングラスでもいいのかなと。トラキシ社長でもいいけども、サングラスでもいいのかなと。名前的にはサングラス、サンクチュエール、えー。これが穴を開けてくれたら、えー、面白いなと。そんな風に思っています。ですので、このサングラス、広重ゴールドからダノンフェイスにつけてみたいなと。えー、6、8から11へ。まあ11が、えー、11から6、8へ。 か、6、8から何かを、他を選ぶのか。えそんな感じで、明日は、スバルセセクスを買ってみたいなと思っています。えー、ちょうどですね、日曜日がですね、えー、今日、新年会がね、会社の新年会、えー、ね、お付き合いなんで、えー、サラリーマンなんでね、はい、あのー、行きました。こういうことはやっぱり参加しないとね、 えー、私は知らないよって、そんなのもう勝手にやっといてっていうのもね、えー、冷たいお話なんでね。はい。まあ、私が行,行ってもどうのこうのということなんですが、まあこれはね、世間いっぱいの常識ということで、はい、えー。楽しい時間を過ごしました。はい。えー、それの代わりちょっと競馬はできなかったということなんですが、まあそれはそれで仕方がないなと。そんな感じでしたね。 えー、明日はお休みなんで、また実況放送ができると思いますので、えー、また、あのー、良ければ遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。はい。えー、明日のスバルはこんな感じですね。えー、明日のレース、どこにこ、商店焦点を当てて買えばいいのかなと、人気薄の、ね、穴場券を、えー、楽しんでみるのもいいのかなと思って、やっぱり、あの、この仮面台がね、1万円するんですよ。 えー、これがね、やっぱりあの、ははは、競馬で返してほしいなっていう感じがしてますね。はい。一枚儲かれば、それで嬉しいなと思うんですが。はい。えー、そんな感じです。えー、もうあの、かなり時間がね、考えてて、かなり時間が経ってしまいました。えー、ちょっとまた寝てですね、明日一緒に皆さん頑張ってみたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。今週もありがとうございました。 ファイはい。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。